that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion. Loving this devotion.見た目は子供、走りは大人。どうもカロです。クレイジー。はい、本日はランニングデートです。めっちゃ寒いのでもうすぐ寝ます。お願いします。こんにちは、サタンです。よろしくお願いします。初フルでサブスリーしてめっちゃ大食いで、はい、めっちゃ美人のランナーです。え、合ってますか？合ってるかな。合ってる。合ってますね。はい、もうなんかまたいつもよく言われるんですよ。鼻の下が伸びてるってまた絶対言われるけどまあちょっとそれは許してください。勘弁で、今日はランニングデートっていう企画なんですけど、コースは僕に任せてください。はい、4月ならではのコースを考えてきたのでぜひ、はい、楽しみにしてもらえたらなと思います。全然走れますか？キロ3で行くんですけど。キロ 3? キロ3で行って大丈夫ですか？やばい多分 100m しか行かない。僕のチャンネルの方は初めての方もいるかもしれないけど、めちゃくちゃ今興味津々だと思うんで、いろいろちょっと聞いていきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、今日のスタートは渋谷ですね。渋谷から走っていきます。とりあえずちょっと一箇所寄りたいところがあるんで、はい、行きます、ね、いや格好がめちゃくちゃ寒い。見た目気にしてるからさ。いやすめちゃくちゃ可愛いなと思って、うん、みんなが可愛いなと思ってくれる格好をして走りたいから。うん、すごい。ウェアはこだわってる。もう本当にデート仕様ですねこれ。めっちゃ寒いけど忍耐やから。忍耐。我慢。ランニングは我慢ですか？いや、まあただでさえきついのに。でもさ、可愛い格好してる方がさ、モチベーション上がるからさ、頑張れる。あ、わかるわかる。なんか自分のお気に入りのウェアとかやっぱ着ると、そう、やっぱ頑張れるっていうのはあるよね。うん、でも初フルでサブスリーってやばくないですか？え、やばいかな。やばいやばいやばい。まあ、あんまりうまいよな、きっと。なんか、あの激坂、うん、でも、早かったから。あ、そう、激坂でなんか優勝してもらった。ランニング歴は9ヶ月ぐらい。え、でサブスリーしたのは、半年ぐらい。半年？もうセンスの塊じゃないですか。いや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 、メニューを作ってくれたコーチがすごいね。いやいや、確かに、まあ、コーチもすごいかもしれないけど。だって私はそのメニューをこなしてただけやから。そう、こなすっていうのがまずできるかどうかの問題だから。ちなみに今まで学生の頃とかでなんかスポーツというか運動歴とかは？あ、でも高校生まではテニスやってて、でも走るのめっちゃ遅くてずっと怒られてた。え、それで走りまくってたわけじゃなくて？そう、テニスはさ、予想でさ動けるからさ、走れなくてもできちゃうわけ。うんうん、小学生の頃とか、うん、中学生の頃とかのマラソン大会もほぼ後ろの方みたいな。短距離とか高校生になるまで 50m 10秒切ったことなくて、めっちゃ笑われてた。そんな何が起きたんだろうそれ。だから変われるもんなんやなと思って。いや、すごいですね。自分がこんなにランニングハマると思わへんかったもん。あ、まあ、そもそもそう、なんかさ、高校がさ、須磨学園わかる？え、わかりますよ、だって名門。陸上部めっちゃ強くて、同じスポーツクラスで陸上部すげーって思ったんだけど、なんで走ってるんやってずっと思ってた。そしたら今自分めっちゃハマってるみたいな。え、なんでじゃあサータンは走ってるんですか？え、なんか自分を簡単に追い込めることってなんやろってなった時にランニングやって。それはド M ってことですか？ド M なんだな。え、じゃあ筋トレとかも好きってことですか？そういう追い込む系って言ったら。そう、だから筋トレしてて、うん、筋トレの大会も出たわけよ。筋トレの大会、綺麗な体を競う大会に入れてて、それでも日本一取って。日本一？そう。じゃあ日本で一番綺麗な体その時は。すごい。そうで、それでもう日本一取っちゃって、しかも筋トレってなんか苦手で、めっちゃなんかもっと心拍数を上げたいし、やった感が欲しかった。それがランニングになった。じゃあ今は筋トレはやってないですか？あんまり。まあ、たまに週1、2ぐらいではやるけど、基本はランニングしてる。
一応なんかこう自分がやって発信することでみんながちょっとでもなんかやる気出てくれたらいいなみたいな、モチベーションになったらいいなと思って走ってるから、週5、6、なんかそれこそあれ、あのサータンを見て走り始めたって人とかもいるらしい。そう、そうやね、それが一番嬉しい。そうそうそう。はい、一つ目の行きたかった場所でー、代々木公園。代々木公園はまああの走るのにもいいけど、うん、もちろん、うん、だけどね、桜が綺麗なんです、そう、桜が。ただね、昨日の雨でね、結構そう散っちゃったんだよね、散っちゃったんだよねーって、散っちゃったと思う。まあでもまだ綺麗ですね、どうにか、うん、よかった間に合って。ほんまに最後ぐらい、いやいや本当にそうかもしれない、ね、サータの方イメージ、うん、なんか表参道とかにそう、え、私がほんまになんか表参道のブランドのお店が出てきそう。全然あのブランド興味ないね。えそうなの。全然興味ない。え、なんかさっき可愛い格好がどうだって言ったから、ああ、そういうのはこだわりあるけど、ブランド自体はそう、そんなに興味がない。えー、なんか可愛かったら何でも OK みたいな。あ、なるほど、じゃあ物ってことだ。意外でした。勝手にもう表参道からいっぱい歩いてるような人かと思います。高いもの買うよりかは楽しいことに使いたい。ああ、絶対それいいですね。旅行とか経験の方ですね、うん、すごい素朴な疑問いいですか、うん、で大食いってどれくらい食べるんですか。マックスね、4キロぐらい。4キロ、うん、なんか4キロって言われても全く分かんない世界だけど、でも4キロ食べたら4キロ太るってことだよね多分。あ、そう。え、でもほんそれで言うと、朝体重測ってで夜までひたすら食べ歩きして 6.8 キロとかある。え食べた分は増えるからさ、走り始めてしんどいやん、うんうん、増えると走るのって、うん、だからその練習が 100% こなせへんかったら嫌やから気をつけよってなった。じゃあそこもやっぱランニング中心なんで。そう、だからさ、サブスリーする気分で体重13キロ落とした。え半年で。はい、来ました、青山霊園。ここ大きい霊園ですけど、桜もめちゃくちゃ綺麗なんですよ、ね、おすすめです。ただ夜はめちゃくちゃ怖いです。夜は怖い、ちょっと危ない。すごい、めっちゃ綺麗、ね、これ満開やったらもっとすごいんやろうな。あと1週間ぐらい早ければ、ね、多分、まあ、来年ですね、来年また来年4月にここを見に行きましょう。六本木、六本木は私東京来た1年目、うん、六本木にずっと来てた。ずっと来てた、うん、パリピやってんクラブ1年間通い続けた。え週 1? 週5。え、本当に？ほんまに飲みまくって朝帰って昼起きて夕方から出かけて夜クラブ行ってっていう生活を週5でやってたけど、やば、考えたらマジでありえへん。ちなみに、うん、それって何年前の話？6年前。あ、結構前だ。その時は筋トレとかさ、ランニングとかもやってなかったからさ、ただのパリピよ。いやー、やっぱこの葉桜、うん、ですね、今はもう、うん、すごい咲いてるやん、いいやん、綺麗。どういう人がタイプですか。でも最近めっちゃ言うのは、うん、あの私よりフルマラソン早く走れる人がまず基準、うん、あ、やった一つ超えた。そう、足速い人がいい。できれば2時間半切れる、うん、あ、切ってる、めっちゃ余裕で走れる人がいい。え、ちなみに身長は。身長はあ、それは高いか低いかで言うと高い方がいい。高い方がいい。でも、うん、でもまあ、ゼロではない、うん、あ、よかった。なんか性格とか、あ、性格、うん、性格はいいかどうかは自分じゃ判断できないんであれですけど。サータンは次、うん、試合はなんか出る予定あるの。次はこの間名古屋でサブスリーできたから、うん、大阪国際出れるの。
あ、俺も多分、うん、なんか来年の1月末の大阪国際で2時間45分を狙ってる。245、そう、それが3回目や、うん、3回目のフルマラソンで245できる人おらんやろみたいな。めっちゃ少ないよ確かに。だからあの人の違うところ行かないよ、目立たれてる。すごいな。はい、疲労ですね。疲労、なんか疲労にいそう。ほま、うん、なんかここで食べます、暑いから。アイス食べたい。アイス、アイスなんかあるんだよな。知ってる？うん、確かこの辺にアイス屋さんがあります。美味しいアイス屋さん。やってるかな、やってない可能性もあるかもしれない。やってない、なんで。オープンが12時。今何時？あと15分ぐらい、うん、早すぎましたね僕ら。ここのアイス美味しいんですよ。じゃあ違うアイス屋さん探しましょうか。これ来ました、絶対美味しい。これハスカップソフトと黒ごまソフト、どうぞ。うん、美味しい、うん、気強そうに見える。うん、そう、気弱いんだけど。気が強そうというか負けず嫌いそうだから。あ、それはそう、めちゃくちゃ話聞いててだってやばいもん。異常やと思う。朝にハーフマラソンやるってなって15キロでやめてしまって、うん、でそれが悔しくて夜に21キロやり直した。ペースは同じペース？うん。え、できた？できた。やば。4分15。こう言われた練習をやりきれへんかったときめっちゃ嫌やね。あー、食べ終わっちゃった。食べ終わっちゃった。美味しかったっすね。美味しかった。理想のデートプランあります？ディズニーランドが好きや。何が好きなんですか？ディズニーの。あの雰囲気。あー、雰囲気。ショーも好きやし、カレードとか乗り物も全部好き。で、うん、私はマクマルテイで、うん、ホテルマクマルテイで行って、うん、まあ、1日目ディズニーシーで遊びます、うん、ホテル泊まります、うん、次の日の朝はあのオリエンタルランドの周りを一緒にランニングします、うん、で用意してディズニーランドに行くっていう、うんうん、そういうのができる人がいい。あ、僕できますよそれ。できますそれ。なんか旅行先とかで走れる人がいい。あ、そう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 、ね、そう。おいしやで、一番いいのは一緒に大会出て、わかる、そうで、そのまま泊まって次の日痛い足引きずりながらちょっと周りを観光乱するっていう。そう、それそれ、ちょっとわかる、それだよ、それそれっすよね。来ました、ここです。寄りたかった目黒川。いえいえいえ、実は1回満開の時に一人で走った。実は、うん、こっちから見たら普通に、うん、てる。なんでそこまでフルマラソン頑張ろうってなったんですか今。なんかビヨンドで初フルサブスリーするまで、うん、もうしんどすぎて練習が。けどビヨンド走ったらフルマラソンをもっと極めたいってなっちゃって、何でもこう極めたくなっちゃうタイプ。ね、なんか聞いてたらすごいと思うよ。何でもブログとかもさ、あれも全国1位になったの、最終ランキング1位になって、ブログが上がった。あ、そういうこと？そうそう。だからなんかやるって決めたら、こう結構集中してやっちゃう。勝てなっていうスポーツ女子が集まって戦う番組があったのよ。半年間。半年かけて？そう、やるって、まあ、1ヶ月1回こう勝負があって、うん、で最終この半年後に総合1位を決めるみたいなやつで、うん、最初はほんまに全然勝てへんくて、うん、まあ、そっから絶対勝ちたかったから超練習して最後優勝した。マジ。帰ってきましたね。13キロぐらい。そう、この後のご飯動画は私の方で、そう、サータンのチャンネル、あれチャンネル名は？サータ
ンチャンネル、サータンチャンネルで、うん、概要欄に貼っておきますので、はい、こんな宣伝を入れちゃうっていうお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、ちょっと桜をめちゃくちゃ見て回ったんですけど、どうでしたコースは。いや、完璧完璧、うん、本当に、うん、でもなんかちょっと、うん、違う YouTube で見たことある気もした。え、違う YouTube ってなんすか。違う、なんかあの違う女の子とデートしてる時にここ通ってなかったっけみたいな、なんかちょっと見たような。本当ですか、そんなことあります。気のせいかな。気のせいだと思います、多分。はい、僕あんまり使い回しとかしないから、うん、多分違うと思うんですけど、多分、はい、そんな人じゃないとは思ってる。ないないないです。うん、きっときっと今日あのちゃんと話せたんで、いろいろ見た目は本当にこう美人で速いランナーで大食いですけど、いろいろ聞いたらなんかもう尊敬できることが多すぎて、なんか何でもやっぱ負けず嫌いで一番取るってところとか、あのマラソンもこう今これからやるっていうのは、なんか本当にマラソンでもどんどんタイムを出しそうだなって思ったし、まあ、走るのが趣味だし、あとは走るの広めたいってこともそうだし、あとは旅行先とかで走ったりとかしたいとか、そういうのが結構合うなっていう気がして、めちゃくちゃ僕は良かったです。でしかもあの身長、低身長でもまあ性格が良ければいいって言ってくれたし、何が言いたいかって、まあ、トータルして今日のこのデートの前で僕はすごいいいなと思ったんで、もしよければ付き合ってほしいなって思います。じゃあ担当中に言うと、僕と付き合ってください。まあ、いきなり、うん、あの付き合うとか無理やけどあのもうちょっと何回かやろう、はい、あ本当ですか。でもほんまに私もめっちゃ合うなと思ったし、めっちゃ楽しかったほんまに。なんかあんまりそういうガチなランニングの話できる人いなくて、なんかほんまに楽しかった。なんかやばい、いつもと違う感じがするからやばい。マジですか。本当にだからまたもっとやりたい。あ、いろいろ。じゃあぜひまた、うん、あの続編、とりあえずご飯食べましょう、うん、ご飯食べましょう。そこでちゃんと僕は距離を縮めに行きます。はい、ということで、はい、本日はサーダンとランニングデートでした。でこの後あの一緒に食事の様子はサーダンチャンネルの方で流れますので、ぜひチェックしてください。はい、ということで次の動画も見てくれよな。クレイジー、皆様ご視聴ありがとうございました。普段はランニングコーチをしております。詳しくは概要欄をチェック。よかったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれよな。クレイジー。